はい、クラピアチャンネルです。はい、今日はですね、今年最後の刈り込みを行ってました。まあ、前回からだいたい2週間くらいだったんですけども、やはり9月のちょっと残暑がね、ちょっと長く続いて結構伸びたんでですね、ちょっと時期を少し遅らせたんですけども、だいたい最後の刈り込みはですね、時期としては、花が終わる少し前くらいですね。であまり遅くカットするとですね、もう冬枯れちゃうんで、そのまま枯れてしまうとですね、見た目があまり良くないんですよ。どうしてもカットすると葉っぱとか茎がこうカットされたような状態でですね、残っちゃうんで、このままよりも少しこう、もう少しまた葉が出た状態の方が、丸い葉っぱの方がですね、やはり見た目がいいんで、ですから最後のカットはですね、花が終わるちょっと前くらい、まあ、私岩手なんですけど、岩手だったら大体今の時期ですね、9月いっぱいで花が大体終わるんで、それから1週間2週くらい前がちょうどいいですね。そうするとまだもう少し伸びしろがあるんで、まあ、10月に入ると気温がどんどん下がっていくんで、もうほとんど伸びなくなってくるんですよ。大体平均気温15度以下になると全くというか、ほとんど伸びなくなるんで、それまで少し伸ばして終わりと。そうすると今のタイミングで刈るとですね、ちょうどいい感じになるんですね。で皆さんのところもですね、大体その花の終わる1週間2週間くらい前、暖かい地方だと大体1ヶ月くらいですね、ここと違うんで、まあ、10月の中くらいまで行くところもあるのかな。南の方でしたら少し10月に入ってからでも遅くないと思います。そんな感じでカットすれば、冬枯れのまでの間ね、少し見栄えが良くなります。で今までカットしたのを大体こうまとめてちょっとお伝えしますけど、まあ、時期それぞれにいろいろなそのカットする目的っていうのがあるんですよ。で、まあ、春はですね、初夏の頃、梅雨前ですね、まあ、私の場合は花がですね、やはりいっぱいつけるとね、ミツバチがたくさん寄ってくるんで、花が咲き誇った状態のところで一回カットして花を取ってしまいます。そうするとミツバチがね、寄ってこなくなる。それとまあ初夏の頃なんで、梅雨前なんで、まあ梅雨時期のまあ病気予防も兼ねてですね、春に、まあ初夏の頃ですか、に一度カットすると、大体サイクルからです言うと2週間に1回くらいのカットになりますね。まあ微調整はありますけども、大体2週間に1回くらいカットします。でまあ梅雨前にその初夏の1回目のカットはそういう理由で、今言ったようにミツバチ対策、あと病気対策、これの2点ですね、大きく言えば。で、まあ、梅雨が明けて夏のカットはですね、まあ、引き続きそのミツバチ対策もあるんですけど、もっと大きなのはですね、夏枯れ予防、まあ、今回ね動画でもいろいろアップしたんですけども、あまり、結局伸ばしてからですね切っちゃうと、下の方がですね、まあ、いろんな原因あるんですけど、まあ、変な話、蒸れた状態で枯れちゃうんですよ。だからなるべくその短めにですね、管理しておくとそれが予防されました。まあ、今回で試しにちょっと2週間ピッチでカットしたの、1週間ピッチでカットしたんですよ。そうすると普段だったらここら辺夏枯れしちゃうんですよね、赤くてか茶色く枯れちゃうんですけど、だいぶ抑えられましたね。やっぱりちょっとまあ手間はかかるんですけどね、少し頻度を上げてカットしてあげると、その夏枯れてしまう状態がだいぶ少なくなるというのが分かりましたんで、夏はそういった意味からですね、ちょっと猛暑の中で刈り込む作業大変なんですけども、まあ涼しい時間帯でもね狙って刈り込んであげると、そういったその嘘被覆ってうちらで言うんですけども、下の方がね、まあ被覆してるように見えるんだけど、刈り込むと下が枯れてるっていう、まあ、土があって枯れちゃってるっていうような状態の、状態はだいぶ防げるんで、夏枯れ防止に夏はカットというですね、春と夏と。で次秋ですね、今の時期、これはですね、実はですね、そのまあ秋雨時期の病気対策にも病気予防のあれもあるんですけど、実はですね、来春のためにねカットします。クラピアを上で年を何回か越冬してるっていうか、ね
冬場を経験している人は分かると思いますけど、春になるとですね、ランナー、要はほふく茎ですね、これがですね、かなり見た目が悪い状態になるんですよ。クラピーの欠点といえば欠点なんですけども、ランナーがのた打ち回るっていうんですか、血管が浮き出たようになるんですよ。なんでかっていうと、結局この葉っぱがですね、朽ち果ててしまってランナーが登るんで、そのランナーだけが見えてしまうと、そういう風な状態ですね。蛇がもうのた打ち回ってるような状態、ひどくなると本当に見た目悪いです。でそれをちょっと極力少なくするために、秋のこの最終段階で余計なランナーをカットしてます、そうすると年を越して春になった時に見た目が良くなります。ランナーのそのものはね、あるんでゼロにはなんないんですけども、その浮いてしまったのた打ち回るようなランナーをですね、極力カットしてあげた方が綺麗になる。例えばこういった、ここら辺ね、ちょっと活着しランナーが浮いちゃってるんで、説明にちょうどいいんですよ。こういったものっていうのをね、ある程度取ってあげるんですよ。もうこれもどうしようもないんですよね。冬枯れてしまうと、結局これってもう枯れちゃって、もうそのまま復活しませんので、この段階で綺麗にある程度余計なランナーを取って、要は根付いてる、下に着地しているランナーだけを残してあげると。そうすると春先にその見た目が良いという状態になりますので、秋にですね、ある程度こう、低く刈ってあげた方が春先の見栄えは良くなります。それが秋のカットですね。その3つ、はい。で余談って言っちゃなんですけどね、寒い地方の方はこの低くカットするっていうのがね、意外と重要です。はい。で今言ったみたいに、こういったランナーっていうのは冬枯れて越冬するんですけども、結果的に冬枯れてしまって何の意味もないんですよ。芽吹いてこないんですね。ここからは芽吹いてくるのはですね、もっと下の方にある、土に根をしっかり張ったランナーから芽が出てきますんで、今の時期に少しこの、要は一番下にあるその根とかランナーに栄養を回すように、私はこの上の方なんいくらかでもこう取ってあげてるんですよ。粘りを良くするっていうんですか、要は根をしっかり張ってもらって、少しでもね、冬越しを楽にして春の芽吹きを良くするようにしてあげればいいかなと思ってましたんで、この秋の最後の刈り込みはきっちり低く刈るようにしてます。ね、ちょうどこれから徐々に刈り込んでいるんですけど、本当にもう、今日もね、1センチでちょっと光って見えないかな、1センチで刈り込みますけども、本当にもうビタビタですね。もうこれ以上低く刈れないっていうくらい低く刈って最後終わりにします。いずれね、まだちょっと伸びるんですけどね、伸びてちょうどいいくらいですね。ギリギリまで刈って、はい、以上です。じゃあちょっと刈り込み実際してやってみますって、実際にちょっと刈り込みますんで、いつものごとくちょっと様子を見ててください。もう何回も見たからいいよみたいなあれもあるでしょうけど、これで今年は終わりなんで、最後の見納めということで、